キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、こちらの、以前動画で投稿いたしました、電源のいらないラジオ、シリコンハーベストさんから、販売されてました、FPR202 の、ゲルマニウムラジオでしたが、前回とか音が拾えなかったんですが、深く考えすぎました。単純にダイソーの300円スピーカーのイヤホンジャックでこれをつなげる音が拾えましたので、早速音をラジオの放送を聞いてみたいと思います。その前に簡単ですが、全体の姿ですが、このようになっております。真上からの状況ですが、このようになっています。そして真下、このようになっています。本当に電源のいらないラジオです。聞こえますでしょうか？考えすぎて、前回は失敗しましたが、今回はラジオを聞くことができました。日頃から、ラジオなどに親しんで、おけば災害時に何かと役に立つかと思います。以上です。Thank you.